はいどうも、おもチャンネルです。さあ今回はこちら行ってみたいと思います。はい、機関車トーマスのミニミニトーマス3の第3弾、これを今回はい19パックね買ってきたので開けていきたいと思います。さあそれではまず公式サイトで今回のラインナップ確認しておきましょう。今回もねなかなか素敵なラインナップです。まずねもう至って普通のトーマスが含まれているのが、これが本当にありがたいです。意外と出てくる回が少ないんで、お持ちでない方はねこの機会チャンスですね。あとはこれは絶対欲しいですね、スチールパーシー、かわいい。そしてちょっといつもながら変わった感じのヒトデトーマスやらタコパーシー、これ面白いですね。でもうすごい変わり種多いですね。エイリアンパクストンに、あとはスチールディーゼル10、あーほんでこれいいですね、スペースヒロ、なかなか素敵だ。あこれ欲しい、フリー欲しいですね。あーでもアニとクララベルもありますね、ここは絶対押さえておきたいですね。ということは今回ねノーマルトーマス見てるんで、この第3弾で3両揃いますね。これはありがたいシリーズですね。でそれ以外にはなかなか面白い感じですね。おお、キリンベン、なんかすごいな。で最後にスチールサムソン。今回のラインナップもねなかなか変わり種の車両も多くて、そしてノーマルもねしっかりと抑えるところは抑えてるんで、なかなか集め買いのあるシリーズになってます。さあそれではね早速開けていきたいと思います。今回もねもちろん19パック買ってきたんですが、ここの製造番号下2桁ですね、これで言うと29の部分、ここをバラバラに19種類買ってきたんで、おそらくね第3弾全てコンプリートできると思います。もしね今回の動画を見て欲しい車両がありましたら、ぜひこの製造番号を参考にしてみてください。さあそれでは分かりやすいように番号が小さい順に並び替えて開封ねしていきたいと思います。はい、並び替え完了しました。このね左下が一番番号小さくて、ここから順番にこんな感じで大きくなっていきます。さあそれではね早速小さい番号から順番に行ってみたいと思います。まず一袋目はね29番ですね。ちなみに番号は連番でないので、購入の際参考にされる場合はお気をつけください。それではまず一つ目、記念すべき一つ目29番は誰かなと、ドーン、よいしょ、お、はい、まず一つ目29番からはバッシュが登場しました。こちらはノーマルのタイプのバッシュですね。なかなかいい感じの車両からスタートです。さあではねどんどん参りましょう。続いて2袋目、はい、一気に番号が飛んで63番、63番からは誰が出てくるんでしょうかと、ドーンドーン、あこれはスティーブンですね。63番の袋からはノーマルのスティーブンが登場しました。なかなかノーマルノーマルときて穏やかなスタート。では3パック目いってみましょう。続いては65番です。さあ次は誰でしょうか、またまたノーマルですかね。さあどんな感じのやつが出てくるんでしょうか。でせーのめドゥンドゥドーン、お来ましたね。今回ちょっと気になっていた車両です、スペースヒロです。なかなか可愛らしい絵柄になってますね。車輪がまずね前と後ろで色が違って、前がオレンジ後ろが紫、そしてボディデザインはねスペースヒロということであって、かなり宇宙な感じのデザインになってます。このヒロと書いてあるところは地球ですかね、なかなか美しいデザイン。3拍目65番からはスペースヒロでした。さあいきなりいいのが出てきましたね。ではどんどんいきましょう。続いて66番、次は誰でしょうか。では参ります、せーのでドーンドーン、誰だ。はい、スペースヒロに続いて次はスペースバードです。こちらもなかなか感じのいい楽しいデザインになってますね。同じスペースでもこちらはね宇宙人の絵がいっぱい描いてますね。なかなか可愛いです、 UFO に乗った宇宙人とかがいっぱいいてます。で宇宙人に合わせてでしょうか、なかなか面白い顔色表情になってますね。66番からはね楽しい感じのスペースバートが出てきました。では続いて参りましょう。5パック目は69番ですね。さあ誰でしょうか。ちょっとねタコパーシーとかすごく気になってるんで早く出てきてほしいんですけど、さあ誰かな、とドーン、お
はい、69番からはね、ピーコックミニですね。おー、なかなか美しいデザインになってます。ピーコックはクジャクという意味で、すごくね、美しいクジャクの羽のようなデザインになってますね。これは綺麗ですね。なかなかよく似合ってます。5つ目、69番はクジャク柄が美しいミリーでした。では6パック目、続いてちょっと番号飛びますね。95番です。さてさて、続いてはどんな美しいミニミニトーマスくんが出てくるんでしょうか。ではドーンドーン、あ、本当に綺麗、人手のやつですね、これは。はい、95番の袋からは人手トーマスくんですね。なかなかこれも面白い感じのデザインになってますね。目のところとかね、あと側面のナンバーのところとか、もちろん上のとことかね、いろんなところに人手がたくさん描かれています。なかなか可愛いですね。95番の袋からは人手トーマスくんでした。では続いては7パック目、99番の袋。さあではね、参りましょう。そろそろタコパーシー来ないかな。タコパーシー、せーのでドーン。あ、普通のトーマスくんだ。はい、ここはね、要チェックポイントですね。99番の袋からはノーマルのトーマスくんが登場です。やっぱ普通のトーマスくんはすごく安定した可愛らしさがありますよね。これはね、ぜひお持ちでない方は今回手に入れておいてください。99番の袋です。あとはね、アニーとクララベルが出てくるのも楽しみですね。では続いて参りましょう。続いては102番ですね。さあ次は誰かな。では参ります。パーシー来ないかな。ドーン、うん、違うぞ、これは怖い。はい、もう見た目からしてすごいです。エイリアンパクストですね。おー、なんか気持ち悪い。表情からしてもうね、めちゃめちゃちょっと怖いです。小さい子とかちょっと泣いちゃうかもしれませんね。で、横のデザインがちょっとまた変わっていて、これはなんだ、光線銃のような、よく宇宙人が持っている武器のようなものが描かれてますね。ちょっとなんか時代の設定が昭和っぽい感じがします。はい、102番のね、袋からはエイリアンパクストーン。これはひょっとしたら避けて買われるかもしれませんね。102番の袋、販売店でいっぱい余っちゃったりしてたらごめんなさい。では続いての袋参りましょう。続いては103番ですね。さて誰でしょうか。そろそろね、スチールパーシーかタコパーシーか、どちら来ないかな。来てほしいですね。では行きますね、せーのでドーンドーン。お、普通のやつ、普通のやつ。これはどっち、クララベルかな。はい、103番の袋からはクララベル、ノーマルのクララベルですね。これも今回押さえておきたいですね。ていうかクララベルの連結器の方向こちらでしたっけ。確か後ろに向いて引っ張られて走るような感じだったと思うんで、これはひょっとするとこの底のネジを外してくるっと入れ替えて楽しむ方がいいかもしれませんね。はい、103番はね、ノーマルのクララベルでした。さあこれで約半分ですね。なかなかいい感じの車両が出揃っております。さあでは後半参りましょう。続いては104番ですね。それでは後半も張り切って参りましょう。続いて104番の袋からは誰かな。出てこないぞ、せーのでドーンドーン。あ、プリンちゃん。はい、こちらなかなかいいですね。104番の袋からはノーマルのフリンが登場です。確か僕ね、ノーマルのフリン持っていなかったと思うんで、これはね、今回手に入ってよかったですね。ぜひ視聴者の方も、お持ちでない方は104番がフリンです。チェックしておいてください。さあでは続いてどんどん参ります。次は119番です。さあそろそろ姿を見せてほしいですね。パーシーくん来ないかな。タコパーシーがほんとすごく気になるんですよね。スチールも気になるんですけども、どっちかというとタコですね。ではせーのでドンと。おう、こいつはルークですね。ノーマルのルークが出てまいりました。おお、結構かわいい。なかなか形もしっかり再現されてて、かわいらしい仕上がりになってます。119番はノーマルのルークでした。これは僕なんか持っていなかったような気がします。では続いて参りましょう。次は121番ですね。もう来てくれていいでしょう、パーシー君、お願いです。そろそろ来てください。ではせーのでドーンドーン、キリンキリン。はい、続いてね、121番からはキリンベンですね。もう名前の通りすごい、キリンの柄がすごく分かりやすいデザインになってます。
もうどこからどう見てももうキリンですね、完全に。これは結構ベン、このデザイン似合ってますね。非常に可愛らしい車両になってます。121番はキリンベンでした。さあでは残りは7パック、まだまだ結構ありますね。続いてはね、122番です。それでは参りましょう。ていうか19種類って結構今までのシリーズの中ではかなり多いですよね。番号を探すのが本当にね、お店で大変でした。さあでは続いて参りましょう。誰かな、出てこないぞ。ドーンとドーン、お、これはこれはノーマルのアニーさんが登場して参りました。こちらもなかなか非常に可愛らしい車両になってます。さっきのちょっとクララベルと比べてみましょう。こっちクララベルでこっちアニーなんですけども、表情は全く同じですね。おそらくこの2両の違いはサイドの名前の部分ぐらいで、連結方向もその他ね、車輪のパーツや台車とかも全てね同じような気がします。で実際連結させてみると、はい、こんな感じで、まあ見た感じはね全部前向いてるんで結構いい感じの絵にはなってますね。ただなんとなくアニメの感じを再現したい人は一度ねここの底のネジをばらしてクララベルをね逆に向けてみるのも楽しいかと思います。でも今はねとりあえずそのままにしておきましょう。122番の袋からはノーマルのアニーが登場です。さあ残り6パック続いて参りましょう。少し番号が飛んで141番ですね。さあでは続いてはもうパーシーが来てもいいんじゃないですか。お願いします。では行きましょう。せーのでドンドン、あ、やったー。はい、僕がね一番気になっていたタコパーシー登場ですね。おお、なかなか面白いデザインになってます。ベースのパーシー自体のカラーはノーマルのパーシーですね。そのパーシーの顔の部分にタコが憑依したような感じですかね。それともこうペタンとくっついてるんですかね。なかなか素敵なデザインになってます。ちょっとね表情がこうマスクマンっぽい感じになってるんで、タコ仮面をかぶったパーシーになるんですかね。なかなか期待してた通りの可愛らしいタコパーシーになってました。ぜひ僕的にはおすすめなんで、141番タコパーシーぜひ買ってみてください。では続いて145番ですね。さあ、あと出ていないのはスチール系かな。スチールパーシーとかスチールサムソンとかその辺ですよね。あとそれ以外は誰だろう、コントラクションピクターかその辺ですね。では続いてドーン、ん、誰だ、あ、ノーマル、ノーマル。はい、145番は至ってノーマルのゴードンが登場ですね。こちら安定したかっこよさになっております。大きさ自体はね他の車両と変わらないんですけども、ゴードンのしっかりとした迫力は再現されてますね。なかなか素晴らしい。145番はノーマルのゴードンでした。さあでは残り4つですね。続いては番号少し飛びます。166番です。さあここまで来るとねあと少しかなと思ってちょっと寂しくはなるんですけども、もう一気にいっちゃいましょう。それでは続いて166番からはと誰だ。はい、166番はねコンストラクションビクターになります。なかなかその名前の通り建設関係ですかね。側面のねデザインがなかなか面白くて、腰ベルトをね巻いたような感じになっていてね、工具がいろいろ装備されてますね。なかなかこちらも愉快で楽しいデザインになってます。166番はコンストラクションビクターでした。さあ残り3パック続いては168番です。それでは参りましょう。168番は、そういえばまだあのスチールパーシーとか出てないですね。そうそう来たかな。でドンドン、誰だ。はい、噂をしてたらねやっと登場してくれました、スチールパーシーです。なかなかこちらも非常に楽しいデザインになってます。デザイン的にはこうなかなかね汚れちゃってる感じのパーシーになっていて、結構油汚れとか、あとここが鉄板とかで補強されてるような感じ、力強いパーシー君になってますね。おお、表情もちょっとすす汚れみたいになっていて、男気あふれるパーシーになってました。168番はスチールパーシー、なかなか素敵な車両です。さあそれではね、あと出ていないのはスチールディーゼル10とサムソンとその2つかな、多分そうだと思います。では続いては169番ですね。さあではでは参りたいと思います。残り2パック寂しいところですけども、続いては
ドーンとこっちかな。よいしょ。はい、169番の袋からは、これはね、スチールディーゼル10ですね。こちらもね、さっきのパーシーと同じで、なかなかね、汚れた感じのデザインになってます。ほんと、すす汚れとか、あと油ですかね、これは。結構な汚れた感じのデザインですね。こちらもなんか男って感じのディーゼル10になっております。でもさっきのパーシーと比べて、表情は割と穏やかな感じですね。169番はスチールディーゼル10でした。さあではね、もうラスト回りましょう。これはね、もうここまで来たら絶対ラストスチールサムソンだと思います。最後の袋の番号は170番ですね。これでね、全然違うの出たらびっくりなんですけども、まあそれはもうないと思います、この流れで言うとね。では参ります。せーのドーン。はい、よかった。見えない見えない見えないよと。はい、ラストね、170番の袋からはスチールサムソンですね。ラストね、ポンポンポンと立て続けにスチール系が来たんですけども、このサムソンもなかなか汚れちゃってますね。サムソンはすす汚れがすごいんですかね。真っ黒系になってます。顔も真っ黒ですね。大丈夫ですか、この表情。なんかすごく面白いです。ラスト170番の袋からはスチールサムソンでした。はい、てな感じでね、全部で19パック開封終わりましたけども、見事に今回もコンプリート成功しましたね。っていうか19種類って本当に数多いですね。今までの中で一番多いんじゃないですかね。これはなかなか凄まじいラインナップ。まあいつもながらね、ほんと愉快な車両たちも多かったんですけども、今回はね、ノーマルのトーマスとアニーとクララベルもいてるんで、おなじみの3両編成が今回のシリーズで組むことができます。ぜひお持ちでない方はこの機会に揃えてみてください。で、今回ね、19種類なんですけども、僕ね、今回買ったのがトイザラスさんなんですが、実はね、5パック1000円で売ってたんで20パック買ったんですよね。で、1パック被りの番号があって、それがなんとなくなんですけども、66番を1パック買ってみました。で、一応ね、これ検証用に開けてみましょう。66番を最初に開けた66番とこの66番が中身一緒だったら OK ですね。ちなみに66番はちょっとこのね、若干気持ち悪いんですけども、スペースバートでしたね。この袋の中からね、スペースバートが出てきてくれたら、これでアソート番号が多分大丈夫という証明になると思います。まあこれでね、外れたらちょっとびっくりなんですけど、さあではね、ドキドキしながら見ていきましょう。では参ります。せーので、ドーンと。はい、お見事。ラストね、2つ目の66番の袋からもスペースバートが登場です。はい、ということでね、今回はミニミニトマス3の第3弾ですね。今回は数多めで19種類ラインナップされてたんで、違うね、番号を19種類買って開封してみました。まあ結果はね、ご覧の通り見事にコンプリートです。一応今回のこのアソート番号 100% っていう保証はないんで、番号をね、選んで買われる方は自己責任でお願いします。まあこのシリーズね、今のところほぼほぼ 100% で来てるんで、多分今回も大丈夫だとは思います。ぜひ今回のこの動画が皆さんの購入の際のね、参考になればいいと思います。ではでは、今回はこの辺りで、おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやインスタもやってるんで、ぜひそちらの方もお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんもぜひ楽しいトーマスライフをお過ごしください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら、バイバイ。